www.videonews.com ここんんん、ににちちはははい、こんにちは皆さん今週はね、ちょっといろいろと、まあ、今週、それから来週もいろいろとちょっと世の中大変そうなので、えー、ちょっといくつか、えー、前打ちの部分も含めてねあとまあ世の中的には実は今日はなんか日本中で東日本でも洪水であの大騒ぎなので、まあ、それはそれでもちろん大変なことだけどニュースの時間がほとんどそれに取られるでしょ当然ねそれはまあ大事なことだからしょうがないんだけどでもそれが翌週 大きな法案が通るっていう時の前の週に来ると、そこでいろいろと点検をする時間がその分どうしてもやっぱなくなりますよね。なので、まあ我々はあのなかなかそのいきなり相違した洪水があったからって現場に行って何か現場で暴動するようなあのマンパワーもないので、まあ、その分じゃあちょっとその部分をしっかり補足したいなという,ふうに思ってね。それで、まあ、要するにこの分まんまいくと、えー、今のところ来週委員会あの安保法案ですけど。 えー、委員会採決それから、まあえー、早ければ来週中にもあの本会議で、えー、採決、まあ、可決ですよね、可決するという、えー、見通しでやると。うん、で、まあ、ちょっと国会の,あの国体とか、えー、議運がどういう、何を基準にどう決めてるのかって、外から分かりにくいですけど、まあ、もしかすると、それができなくて60日ルール。 そよくよくしゅうすると翌々週になるんですけど、まあ、衆議院可決から60日たったら自動もう一回衆議院に戻ってくるで60日で,、ねでまあ、一応公明党と合わせれば3分の2あるので、えー、いずれにしてもそこで決まるというところなので、えー、ちょっとあまりにも期間が長い割には同じようなことを堂々巡りしてた結果ですねちょっと争点がぼけたというとちょっとおかしいんだけれどもあの忘れがちになっているかもしれない。ちょっととそれををですね今日は最後確認をしたいと えー、いうとこなんですけど最初に宮内さん、まあ、ちょっと来週この中に採決するあるいは可決するということについてなんかまず今日はセプテンバーイレブンなのでねなぜ、このツインタワーに国際的なです、ねまあ、テロが、ねえー、仕掛けられたのかということなどをきっかけにして、うんえー、実はそのアメリカの言う通り軍を動かすということが。 何を意味するのかということなどを、ねうん、話す実はいいチャンスだったんですよね、それが奪われたのは残念なことです。うん、あと、まあ、つい先頃ですけれども、総裁選が無投票で安倍さんの続投という結果に、まあ、決まったわけですけれども、うんえー、そのことと、えー、来週、まあ、16、17日に、うん、まあ参議院で、ねうんえー、予定されている、まあ、委員会と本会議の採決。 これあの僕はとても残念なことがあるんだと思うんだけど、うん、あの自民党の自滅への道ですね、うん、でまあ何度も言ってることだけれども総裁選で重要な異論を言う候補が出ていれば、うんえー、自民党は実は、まあ、レジリエンスですよね、まあ自情,、ねはい、情能力があるというふうに、うんえー、見なされてその意味では、まあ、安倍さんが安保法制で,です、ね、人気を失った末に 任期を満了したり途中で辞めたりしてもね何らかの見込みがあったのですけれどもそれをもう残念だけどほぼ完全に潰してしまったということでその中でですねつまりそういう流れを前提として安保法制をね強行採決するということになるんであれば残念だけれども重要な保守政党がもしかするとなくなってしまうかもしれませんね、うん。まあちょっとと後でねここのの自民党総選,選にことについてはあの この安保法制の後にもちょっと議論したい一点があるんだけどまあ要するにあの野田さんが明らかに出馬の意思を表明したのにまあ一つ派閥派閥単位で全部抑え込んだとそれからえしかも石破さんはその野田さんが出れなかったことを見て派閥を立ち上げないと20人集められないっていうことでついにもうじゃあしょうがないって言って派閥をついに立ち上げたともともと,もと形勢下にいた人でね。 いいろいろと党を出たり派閥批判をして回り回って今無所属あの無派閥でいたのにその無派閥の人たちだけでまた派閥を作るっていうのことをやったとただ一方でねうんまあそれはちょっとね僕宮根さんにあの後で議論したかったのは総裁がね明らかに権限持ってるじゃないですかいっぱいまあ要するに幹事長の上に総裁がいるわけだから人事権とかそのいろんな配分権持ってるわけですよね。総裁が他の人を出れなくするということに 総裁権限を使うっていうこといいこがそもそももありなくなくですかそれ、うん、全くありえないことですね、うん、なんかあのまさに前に僕が言った「アラジンと魔法のランプ」で「うん、願い3つ聞いてあげる」っ言ったら「いこみの願いでじゃあ願いを永久に聞いてくれるランプをもう1個くれ」っていうのに似ていて、うんうんね、一回総裁になってでその総裁の権限を使って総裁の権限を永続化するルールを通してしまうっていうのはどこかの国であった。 まあ任期間を延ばしてしまうとか、あるいはその議会でえ無限の権限を委任する法案を通してしまうとか、前権委任法のワイル共和国ですね。でそこがね、あまり問題になってないんですよ。なんか激しい切り崩しに会いましたみたいな政治部原稿になってるんですよ。そえそういうことでいいんですかっていう話がないのが逆に怖いですよね。これはやっぱあってはいけないことだとそういう総裁の 派閥や総裁のまあ名前を使った切り崩しということはあっては普通ならないと思います、うん、そ,その意味では、ね、もうあの自民党というこの政党からは政党まあ政党性感覚がジテ、うん、でね、うん、奪われてしまっている失われてしまっているのですでそれは昨年の7月段階での解釈会見においてすでに現れている、ね、内閣がすでに解釈会見している だからその内閣がさらに解釈改計を改めたっていいではないかこの理屈は俺が約束したんだから俺が約束を破ったっていいじゃないかっていうのと全く同じで,、うんでね、完全なデタラメですね、うん、憲法を破った段階で、はい、実は内閣の権限も憲法によって与えられているものだっていうことが崩れるわけですよね,、うん、すねもともとね、まあ、ちょっとそれはあの法案の時にやりましょうただ一方でね、うんえー、これ宮田さんもご存知のようにあのローレンスレッシグ、うん レーバーデーまでに100万ドル、うんね、見事突破、うんえー、で正式出馬表明をしました、うん、でもちろんこれがなんぼのものなのか分かりませんアメリカは完全に二大政党制がなんだかんだ言っても制度として支えられているのでララフ・ネーダーが、ね、なかなか第三,候第三の党の候補として、うん、あの出馬州によってはそのいわゆるバロットって言うんですけど、うん、名前を書くこともできないっていうようなところがたくさんあったんですね、うん、とりあえず名前けける州にだけ え出馬してでそれが最終的に彼の全米での得票数って扱いになるのでえ制度的にかなりあのやはりまあ壁があるんだけどでもいずれにしてもまあレイシグが正式出馬表明をしたとで例のあれですね一点突破でそれが通ったらすぐやめますっていうのはえそのまま維持したまま、まあなんとローレンスレイシグが大統領候補ですよさんうんあんまり大きく報じられてないですけどこれは意外と台風の面になるかも。 そうですねアメリカはまあ大統領選挙と中3間選挙の度にね、まあ、レファレンダムといってもいわゆる国民投票ではない住民投票がね、まあ、各州あるいは各町で行われるわけですが国民投票は行われないんですよねでも今回はレッシュグ氏が大統領選挙をまあレファレンダムとして機能させようということで,で、ね、ワンイシューで、えー、それが通ったら 副大統領が大統領になります。よっていうふうな図式を作って、それを約束して出たということです、ね。まあ前代未聞のことなのでね。でねまあちょっと注目したいと思います。うん、それでは、ね、今、まあ、ちょっとじゃあの、の今日の n 組の本題ですけれども、うんえー、まあ来週もしくは遅くても再来週に通るとされている。まあ、法案の。これはもうあの過去の番組全部見てもらえれば全部わかるんだけど、それトータルすると一体何時間になるのか何時間なんてもんじゃないですよね。 何十時間になるのかということになってしまうのでそれをちょっとさらっとおさらいしたいんですけど、ねまあ、大きく分けて、えー、ちょっとまとめました。えー、こういうふうにも,ちろんもし宮田さん過不足があればまた出してください。うん、それでねまあ あの一番やっぱすごく言われるのはその憲法、えー、合,憲合憲違憲要するにその憲法に違反する、えー、というね会社会見であるという点でそれ,はそれは去年の7月1日の閣議決定の段階から起きている問題だっマいうの問題です、うん、大きいんだけども、うん、あの中にはね、まあ、この実は本当はこれでもう議論終わりなんだけど、うん、でもこれで中にここが日本の問題だと思うんだけど憲法を守って国が滅びちゃいかんだろうっていう人が。うん いるとそこで言う国というのはじゃあ憲法のない国っていうことになるから、うん、どういう定義になるの国との定義につつそこで危うくなるんだけどでもいずれにしても、えーまあえー、一応これ、これをですね、うん、まあ目をつぶることはもちろんできないここで本当はすべてなんだけど一応、そういう議論がこういうところまで,まで見たとしても問題があるっていうことをです、ね、ちょっと言っておきたいとちょっとこの1点目についてですね、はい、あの9月8日の、えー、参議院にですねあの弁護士の伊藤誠さんこれは あの一票の格差問題、一人一票運動なんかでも中心的な存在を示しているあの有名な弁護士ですけれども、伊藤誠さんが、ね、ちょっと参考人として呼ばれて話をしているんで、こちらをまずご覧くださいどんな安全保障政策であろうが、外交政策であろうが、憲法の枠の中で実行すること、これが立憲主義の本質的要請であります。憲法があああってこそのの国家ででり権力の行使である まあ、憲法を語る者に対して、王に、軍事の現場を知らない、憲法論は観念的で、というふうによく批判されます。しかし、不完全な人間が、いわば実行する現場、そして現実、これを人間の英知であるところの、まあ、いわば観念の所産であるところの憲法によってコントロールする、まさにそれが人類の英知であり、 立憲法論がある意味では観念的で抽象的なのは当然のことであります。現場の感情や勢いに任せて人間が過ちを犯してしまう、それをいかに冷静に知性と理性で縛りをかけるか、事前にコントロールするか、それがまさに憲法論の本質と考えています。国防や安全保障は国民にとって極めて重要な政策課題であります。ですから、その決定事項に従うためには、 それを決定する国会に民主的正当性。これは統治の党でありますが、正当性。これがなければなりません。憲法はその冒頭で、日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、と規定しております。なぜ正当な選挙が必要なのか。それはそこでの多数決の結果に賛成できない国民であっても、この権力の行使を受けざるを得ません。それに納得できる手続きが、 保障されれなななければなららないからです国会における法律制定という国家権力の行使を制度化するためには、どうしても2つのことが必要であります。1つは、正当に選挙された代表者であること。もう1つ、十分な審議によって問題点を明確にしたこと。残念ながら、共に満たされていないと考えます。現在の国会は、衆議院については2011年、2013年、参議院については2012年、2014年と、それぞれ2度も、 毎年、最高裁判所によって、違憲状態と指摘された選挙によって選ばれた議員によって構成されております。い、まあ、わば国民の少数の代表でしかありません。これは異常であり、違憲状態国会ともいえるようなものです。まあ、この瞬間、すべての皆さんを敵に回してしまったような気がするんですが、えー、そこで、ね、安保法制というものを、まあ、国民の生活の根幹に関わるような、まあ、法律を制定しようというわけですから。 憲法判断において最高裁を尊重するというのであれば、まずは最高裁が指摘するように議員提出、これを憲法の投票価値の平等の要請に合わせて正す、えー、民主が機能するようにしてからこうした議論をするのは筋ではないかと考えます。このように代表民生としての正当性を欠く国会である場合、主権者国民の声を直接聞くことが不可欠と考えます。 民主主義のもとでは、多数決によって物事が決定します。しかし、少数意見、反対意見を十分に聞き、審議を尽くした、いえる審議討論の過程こそが、多数決の結果の正当性を担保するものであります。十分に審議を尽くすことで問題点を明確,しに明確にし、それを国民に示すことで、次の選挙の際の国民の判断材料を提供するわけであります。十分な議論も尽くさずに、次の選挙で審判を受ければよい、などという考えは、民主主義を全く理解していないものと考えます。 国民は国会で十分に議論がなされた頃こそ、そこでの結論が自分の考えと違っていたとしても、一旦は納得し、従います。この国民の納得感こそが民主主義を支える重要な要素であります。憲法は国民が自らの意思で、国家に一定の権限を与えて、国家権力を制御するための道具であります。憲法はその全文で、日本国民はこの憲法を確定したと言っています。何のためか。 我が国全土にわたって自由のもたらす邸宅を確保するため、そして政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることないようにすることを決意しとあります、つまり二度と政府に戦争させない、そのためにこの憲法を作ったわけであります、そしてそのことを具体的に明確にするために憲法9条を置きました。憲法は初めから政府に戦争する権限などは与えていません。そこでの戦争は武力の行使、武力の威嚇を含む概念であります。 すなわち憲法は政府の裁量で武力行使、つまり戦争を始めることを許してはいないのです。そこで憲法の外にある国家固有の自衛権という概念によって、自国が武力攻撃を受けたときに限りの個別的自衛権だけを認めることにしてきました。この個別的自衛権は日本への武力攻撃が行われたときに行使されますから、これは客観的に判断できる基準であります。しかし集団的自衛権は他国への武力攻撃を契機とし、 政府の判断で行使されるものであり、限定的な要件を立てたとしても、その判断を政府の総合的な判断に委ねてしまう以上、政府に戦争開始の判断を与えることに他になりません。これは日本が武力攻撃を受けていないにもかかわらず、政府の行為によって、日本から戦争を仕掛けていることになります。日本が攻撃されていないのですから、攻撃する場所は日本の領土いつまり外国であります。 この結果、外国で敵国兵士が殺傷され、施設が破壊される。これは自衛という名目の海外での武力行使そのものであり、公選権の行使に他なりません。憲法9条1項に違反し、公選権を否定している2項に違反します。たとえ自衛の名目であっても、その武力行使によって深刻な被害を受け、また加害者となるのは国民自身なのであります。ですから、国民自らの意思で、 こうした海外での他国民の殺処や施設の破壊をする権限を政府に与えるかどうか、これを自ら決定しなければなりません、それが憲法制定権,者制定権が国民にあるということであり、主権が国民に損するということの意味であります、まあ、あの伊藤さんは、正当性の問題を党、党地の党ですね、はいあの、正当性のレジティマシーの問題というのをされていて、うん 2>, まあ、2つの点が必要なんだけれども、うんまあ、当然、まず。 正当な選び方をされていないという、まあ、意見状態の,あの国会ですからね、はいうん、それをあの、まあ、伊藤さんその、その運動をされているということも含めて、うん、まずその点でも、えー、正当性にかけると、それから2点目は、あの十分な議論を尽くしていない、えーうん、ということ。 がやはりその正当性、この段階でこの法案を強固採決するということに正当性がないという点だというふうに伊藤さんは指摘された、これはねあのウェブ上でかなり広く共有されているのであのちょっと番組の中で全部見せられませんけどあのいろんなところにあると思うのでぜひ、これは丸々5分、5、6分くらいあるのかなちょっと全部見ていただければえすごく分かりやすいのであのおすすめします。今の点で宮さんありますか何か何うんうん 伊藤さんご自身はもともと伊藤塾というです、ねうん、司法試験の予備校をです、ねうん、経営しておられると同時にあの、まあ、実はご自身もです、ね、いろいろな、えー、まず著述をしていると同時に、うん、アクティビストとしても活動しておられるんですね。うん、でちなみにあの小室先生が亡くなった時のシンポジストとして僕などと一緒にです、ね、登壇をしておられる方でもいらっしゃるわけですね。つまり あの要は近代社会にとって、えー、憲法とは何であるのかあるいはその憲法が正当性の、えー、中軸になっているという、まあ、つまり立憲性のことですがそれはどういう中身を持っているのかということについて今まで繰り返し繰り返し多くの人に語ってきたことでそれを最も要約した形でね今回の参考人質疑として え展開されたとといいうことで非非常常にににわかりやすい非常にソフトにし,かもしかし国会でえ議員に対してあなたたちは違憲の議員だという,う違憲選挙で敗れて議員だということをはっきりとえ言われてるとあとソフトだったんだけどもね喋りはね伊藤さんのいつもの伊藤越しですけど僕すごく大事だと思ったのは伊藤さんが最後あのさっきの抜いた部位のところで最後の方に言っていた日本が攻撃されてないということは。 日本以外のところで武力行使をして人もしくはまあ武力行使というのは人か物を壊すんですよね,、うん、すね何もないところでそんな爆弾、うん、<laughs> を落としてもしょうがないですからね、うん、人か物を壊す破壊をする、うん、あるいは殺傷するという行為をさせるかどうかというのを決めるのが、うん、当然その主権者である我々じゃなくてはいけないんじゃないかと、ね、今までそれはしないとしてきた、うん、それをこれでそれをしますってなるんであれば。うん 当然、正当なプロセスを経て我々、主権者がそれをまあじゃあそれもやむを得ないときはしようというふうに決めなきゃいけないけど果たしてそういうふうにそれをやむを得ないときはね他国で物を壊したり人を殺すこともしょうがないよというふうにな認識があるかといえばそれはないだろうというのは結構分かりやすい点ですね。他国の人物を壊すというまあ言ってしまえばその通りなんだけど。 えまあ安倍さんがね最初国会でプレゼンテーションしている時にえ日本人の例えばね母親と子どもが映ってましたがが乗ったアメリカの艦船それは日本人を助けるためにアメリカの艦船が使われているが攻撃された時にどうするのかといったようなね実際には全く意味のない何の意味もない架空の例を出してね 国民を説得しようとしたというよりも嘘をついてだまそうとしたんですね。で基本的に政権側がやろうとしてることは国民をだますことによっていわば白紙人情政府が獲得をして国民がコントロールできない状態で権を行使できるるよううにすとといこそののもだからまあ結局自分たちが攻撃されてない他国で武力行使をすれば当然そのやられた国からすれば。 日本を攻めてないのに日本からやられたことになる国、うんうん、もしくは組織が出るわけだから、うん、当然まさ,っきまさに宮内さんが911の話されたけれども、うん、当然何らかの報復そ,それはその場で戦闘能力がなければ、うん、テロって形かもしれないし報復の対象になるような攻撃をすることが戦権の行使なので。うん えー、公選権の行使そのものなんですね、うん。で、報復も正当なものになっちゃうでしょう。はい、その交戦権を行使あ<と>。とでね、集団的自衛権という言葉もね、あの、以前から申し上げていることだけど。集団的安全保障という、真逆の概念と紛,、うん、紛れやすいんですよね。集団安全保障ね。うん、ね、集団的自衛権という言葉は、僕は使わない方がもういいと思うようになりました。うん、同盟軍を構成する権利。うん、ということです。簡単に言えばね。うん、あの、もっと言えば、同盟軍を構成する権利と言っても、テンポラリーなものではなくてですね。うん 日本の場合日米関係の前提になっているので、うんえー、日米同盟軍を結成するということ集団的に自衛権を強要するということは日米同盟軍を、うんえー、かなり長期的に構成するということ、うん、だからそういうふうにですね、表現をすれば問題の意味がよくわかるんだけど。うん あと前の番組で言いりましたよね同盟と安全保障っていうのが別物であると、うんうん、同盟っていうのはもう軍事、うん、えという武力行使を前提とするもの安全保障はそうではない、うんえー、逆に言うとそういうことをせずにいかにして安全を確保するかっていうことだっていうのが まあそそののの意味なのでそこの識別もしっかりするる必要があるとエネルギーや資源の安全保障もあれば文化的な安全保障もあればいろんな安全保障があるんですね、パブリックの・ディプロマシーなんかも含めたものが安全保障になるということですね。はい、ちょょっと進みましょうで、ね、もう一つ、えー、2番目じゃあまあこの、そもそも意見で正当性がないと言われたらもうそれでばっさりなんだけども一応、ね、これは言っておく必要があると,、えー、というのはなぜならばそう正当性がなくてもこれ通そうとしているわけですよね。うん 統治した結果どうなるのかもちろん憲法が蹂躙されるんだけど、うん、されて、さらす瞬間になんかその世界が終わるわけじゃなくて続くんです、世界が残念ながらねその後どうなるかえまずこここれはすごく重要なのでやっておきたいと思います。これもう何度も見せましたので全部細かくは言いません今回の、えー、法案が通ると、えー、今まで、まあ、武力攻撃自体といって,言って日本がやられたときには武力行使をする、えー、ということが武力行使ができると唯一できるというのが決まってたと武力攻撃されたときにね。 でそれ以外の時は武力攻撃の切迫自体これはあの紺の方が、えー、現行法です紫の方が新しく入るものです、えー、切迫自体とか予測自体では武力行使はもちろんできないで防衛出動をいって、まあ、そのスタンバイすることはできたでもそれはスタンバイまでで行使はできなかったそれから予測自体では、えー、防衛室動もできない、まあこまあ、どっちかと,いうとこっちがスタンバイか待機するところまでしかできなかったそれが今までの現行法だったわけですね。それに 全く新しい概念の「存立危機事態」という概念を導入するでこれは存立危機事態というもので武力行使もできるようにするというのがポイントなんだけどそれが何なのかっていうことがこのここに入っているものです、えー、武力行使の審査要件というのをこの法律で作ったとでここに出てくる「えー、我が国の存立が脅かされ 国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆されるのに明白な危険がある、えー、場合が、まあ、いわゆる存立危機事態、もちろんあの他に手段がないとか最小限とかっていうのはもともとある条件が残ってますけどここが新しいものだということねで、ここが新しいものです。で、さっき問題は何かというとこれだって言いましたよね、えー、行政権限の無限拡大。これれれささっきさんもそれに触れたけどこの 何であれば存立危機事態にが適用されるのかなどういう状況が存立危機事態なのかということについては政府が総合的に判断をするという答弁で結局、終始したつまり明確な武力行使を受けたこれ伊藤さんも言っていること受けたかどうかは、まあたま、じ弾が間違って飛んできたらいざ知らずですけども基本的にはあ攻撃受けたって分かるわけですよね。たたただだ今回はは政府ががこれ危危機機と言った危機、まあ、は言っっ 今日記事採で武力行使ができるんだってなってるのでこれはもう行政権限のまあ今白信任法と池上さん言葉使われたけれどもえ無限無限拡大を許すことになるこれ議院でも通ってしまったらここに議論が移るわけですけどこれは政府が無限の権限を持って自分たちの権限の中でで一応あの言ってきますよ国会の承認は必要とされていますただ今回自民党の総裁選見てもわかるように。 まあ多数派を形成している自公というのが今、どういう状況になるのかその政府の決定に反対するような状況になるのかどうかというのは見れば明らかなのでえこれはもう行政権限の無限拡大につながるというのがまあこの壮絶危機事態問題そして、その審査要件に適用可能かどうかの判断を政府が総合的に判断というところにあると2つ補足していいですか、はい。かつはね まさに現行まさに安保法制をめぐる議会制民主主義の動きを見ても分かるように、うん、議会制民主主義は残念ながら世論を反映しないこともありえて、うん、基本的にあの歯止めが効かない短期的な暴走を招く可能性があるということが今まさに示されているということですね。うんうん、で次に重要なことはですね無限拡大の,その具体的な意味はあの米艦船がその日本の近海のみならずどこかで攻撃されて。うん アメリカがこれは日本にとっても存立危機事態であるはずだというふうに言えばですね、えー、まさにスルーそのままですね、えー、日本政府がそれを受け入れて えー、同盟軍を出動させるという可能性のことを意味しているんですね要はアメリカの言うがままに振る舞うということですね。うんうん、アメリカがどうしても出してくれって言われて、うん、あの日本がそれにいや今回やめときますというふうに言えるかっていう問題ですよね。うんうん、なので、まあ、行政権限の無限拡大っというとかですよね。と、まあ、い,い,いうか問題ですよね。という問題ですよ上にアメリカがいるっという,う、ね、アメリカの意向を受けて 日本の行政が無限に権限を持ってしまうという意味です、ねまあ、アメリカケツなめ出度出群ですね。の、うん、権限の無限そういうことですね。<laughs> ういうはいはい。ちょっと格好悪いですね。そうなるとね。はい、ただ、えー、今回その意見でありながら通ってしまった場合にこういうことにまあそれなるというの一つですね。うん、はい。そしてちょっとすみます。三、えー、点目これはですねその抑止結局これをこの法律が通ればまあこれ対中国っていうことがメインだと思いますけれども、うん、抑止力が増すと抑止効果があると。 だからより平和になるんだって言ってなんか平和なんとか法制平安保法制という名前を最初つけてきてまあ誰もそう呼んでくれないから今、そんな名前で呼ぶ人いないですけれどもえ基本的にはその抑止効果、この効果の前に抑止効果があるとされていたとでも、そこのところを国会の審議で聞いてもあるいはそのえまあその専門家の話を聞いても。 えどういうふうにそれが抑止になるのかが見えなくてしかもまあ抑止の専門家国,国際政治の専門家の話を見ると聞くと抑止を持つためにはこの線を超えたらこういうことが起きますがはっきりなってなきゃいけないというのは大ののさん話で使いましたよね明確な事例だからまず線が見えない、うん、だってなぜならば政府の総合的な判断だから。うん、でそううしたら何をするのかっていうこといこも 何が行われるのかもわからないという意味で、うん、抑止効果というのがね疑問視されるちょっとこれについてはね皆さんもおなじみの,あ,のあかりちゃんのところをちょっと、ね、ぜひ見てみましょうあかりちゃんも知ってる通り最近の日本を取り巻く情勢は残念ながら決して安全とは言えなくなってるよねそもそもそれもいつといつを比べていってんのって話なんだけど実際に日本にミサイルを向けている国があるの知ってる中国っって言言いいたいんでしょはっきり言えよ しかかもなんか最近ミサイル向けられたみたいな言い方してるけどミサイルの照準が向いてるのは冷戦期から変わってないんだけど何のために危機感あおってるのもし 現実にミサイルを撃ってきたらどうする現実にミサイル撃ってきたら区別的自衛権に対応できるでしょあんたたちが無理やり押し通そうとしてる集団的自衛権の話とは関係ないよねそれにミサイルを撃たせないようにすることが政治なんじゃないのちょっと煽られただけで大騒ぎするなんてプライドだけ高くて切いやすいボンボンの発想だよねそりゃ大変だクソ大変だよ他にも尖閣諸島でのトラブルとか知ってるでしょ日本の領土領空を守るために自衛隊の飛行機が 緊急発信した回数はなんと10 10年年前前のの7 7倍倍になってるんだはい出た10年前の7倍論ねそもそも冷戦期にはそれ以上の発信回数があったのにあえて最低の回数だった10年前と比べる理由はそれどころか安倍政権になってから異常にスクランブルが増えて水増し疑惑とかもあるんだけどまあそれよりはそれに見てよこれ。 船の船形、軍艦じゃないよねもしこの船に自衛隊が攻撃してみない国際法上先制攻撃ってことで相手に正当防衛する権利が与えられることになるんだよミサイル向けられてるからこそ慎重にカード切るべきとこじゃん何でこういうとこだけ無駄に格好つけようとするわけそんなに喧嘩も強い僕でいたい具体的には戦争が起きた国から日本人を避難させようとしてアメリカの船が運んでくれていてもその船を守ることができないんだ。 もう何度も言ってるけどさ前提がおかしいまず軍艦を狙われやすいから民間人は乗せるべきじゃないさらに言えば米軍は法人を輸送するような事態は想定してないありえない設定持ち出して無理やり丸め込もうとしてんならせめてもうちょいうまい設定持ってこいよあと日本に向けて発射されたミサイルを同盟国のアメリカの戦艦が撃ち落とそうとするその時その戦艦が攻撃されても 何にも手助けができないんだいやだからさ日本が狙われてんだったら個別的自衛権じゃんこのかなり無理ある設定でなんで集団的自衛権を説明しようとしてるのおかしくない日本人の安全を守るためいろいろな法律を点検して隙間を防ぐことそして協力し合って日本を守ることが大事そうすることで抑止力がさらに高まり戦争を未然に防ぐそれが平和安全法制の目的なんだ直前までいいこと言ってんのにね なぜそのための安保法制って説明には全くなってないのがマジ怖いむしろ突き入る隙間を増やすことになるだろうね抑止力が高まれば戦争が起きにくくなる抑止力ってことは本当好きだよね対テロ戦争にそんな抑止力なんて効かないしアメリカ見てみなよ日本は今まで戦争しない国としてさまざまな平和貢献をしてきた特に紛争地域貧困地域における民間レベルの活動は本当に大きな信頼を得てるそれこそが一番の抑止力でしょ なのにそんなことも無視して無駄なマッチョイズムを政治に持ち込むわそのために憲法違反まで犯して突っ走っちゃうわあんたんとこのボスに一言伝えてあげてよ狂ってますよって簡単でしょ抑止効果についてもう一点補足したいのはね国民国家と国民国家の間の、まあ、例えば中国と日本の間の戦争について語られることなんですよねところがまあ実際にはですねあの アイ,まあ、アイセルイスラム国、えー、あるいはかつて、まあ、アフガンで,です、ねえーまあ、タリバン国家がかく、まあ、まっていたビンラディンのアルカイダみたいな組織に対してはねむしろあの当たり前のことだけども日本が例えばイスラエル側に過剰に加担していないとか、えー、パレスチナ の側に比較的、まあ、例えば中東に対して、ねうん、公正・公平に振る舞っているという評判あるいはその評判を前提にしたさまざまなです、ね、支援活動の実績があること,、ね、とか、ねうん、それが実はアイシルや、えー、タリバン えー、あるいはタリバンというか、まあ、アルカイダに対する抑止力になってきたということですね、うんまあ、あかりちゃんがそのことを言ってましたけれども、うん、その方はもう誰でも知ってることだと思うされてないってこということだよね。うん、では、そういう意味ではあの、何を言ってるんだと、今後、国民国家間の戦争が起こると思っているのか。 例えば中国が仮に日本を攻めたとして日本を守るためにアメリカが中国に対して戦いを仕掛けるなんていうのは全面軍事対決まあ,全くあり得い,、うん、い。両方の国でか核を合わせて何個持ってるんだって話でしょ、ね、だから全くあり得ない国民国家間の戦争に関する抑止効果な話なんてしても全く意味がない意味があるのはです、ねえーまあ、国ではないせいぜい、まあ、国順ですね国に準拠する集団。 とといいうことに過ぎないわけですね、うん、でそうしたものに関する抑止力は今申し上げたように外交とその外交が作り上げたフレームを前提にした民間活動の蓄積なんですね。うん、でこれが現に今まで抑止力として機能してきたということ誰もが知ってるこういうことを無視してねありもしない想定を前提にした抑止効果を語る人間の脳はあるのかということですね。あのうん、さっきのあかりちゃんビデオにもあの、うん 登場するんだけどもね。まあ、日本の場合はやっぱり尖閣問題を念頭に置いてるんだと思うんですよね。うん、で尖閣の問題について結局その、えー、まあこの法案を支持する人というのはね多くの場合結局まあそこで何らかの形で中国と限定的であろうがまあこう軍事衝突をした場合にアメリカが えー、日本の支援に回ってくれる確率が外然、うん、性でも確率でもいいんだけど、うん、上がるとつまり日本はここまでやってるんだと、うん、世界中の戦争で日本はアメリカを助けたり、うんね、兵隊をやったりあるいはまあアメリカがやられた武力行使まで、うん、憲法を乗り越えてまで武力行使してアメリカのことを助けてるんだと。うんえー、なんだからまあ尖閣の時くらい助けてくれよっていう風なのが通るだろうっていう前提なんですよね。うん、でもさっきのの非常に重要な点、うん、あの今回 その中国がそのいわゆるまあ軍,、えー、軍艦がですね尖閣に入ってくるっていうことを想定した話になっちゃってるけど、うん、実はあの「ヒ、え、ゲ、ー、の隊長」のビデオももともと見るとあれは軍艦じゃないんですよね。うん、だね <laughs> とかだかだらまあ武装している 民間人が来た場合そこは実はあの、まあね、自衛隊の,、ねうん、の OB の方なんかも言ってるグレーゾーンに当たるものなんでそこが今ちょっと隙間になってるんだうん、うん、でそれは実は今回民主党と維新がその、えー、共同提出した領域、えー、警,警護法だっけなうん、うん、ちょっと正式な名前ご,、ま、ごめんなさい忘れちゃったんだけどうん、うん、その法,、はい、法律とかでいくらでも対処できてそれは。 全く商談的事件関係ないんですよね、うん、軍事行動じゃないわけだからだから解放がもう少しその、うん 強化されているというような状況を作るとかでしょ、うん、だから、そこの尖閣の話というのを持ってくることで何かあたかも中国と軍事衝突した時にアメリカが助けてくれる確率が上がるみたいな話というのもちょっとそもそも想定される事態を無視した話になっているということなんですよねでむしろ本来なさらなきゃいけないのはそこではなくてで実は今回、受法案の中にそれは入ってたりするんですよねそのグレーゾーンを埋めるというのを。うんうんうん えだからそ,のそこはまあやったらいいんじゃないかと、うん、つまり全く集団的自衛権関係ないしえ日本がもしその攻撃を受けたらこれ個別でやればいいわけだからという話はもうまさにその通りでえそこはね、うん、え疑問視される効果抑止効果というのはアメリカが助けてくれる効果が可能性が上がるという意味なんだとすればまあ皆さん言う通りで日本の小さちちな島をめぐってアメリカがわざわざ中国という軍事衝突を本当にするか、うん。ありえない いいう問題でですすよねね全くありえな残念だけど全くありえない、うん、だから安保条約第5条がねそういうことがありえないようにうまく作ってあるんです。で東証防衛は日本がまずプライマリーリスポンシビリティがあって、ねえー、日本が守っていなきゃいけないと、はい、でもし向こうがそれを取ってしまったら、うん、日本の死生観になくなってしまうので,、うんうでね、アメリカは安保条約下でそれを守る義務がなくなってしまう,う、はい、でその死生観になくなってしまうぐらいの時間がねアメリカを稼げるんです。でそれは 事実上上下両院の承認がなければ、ね、軍隊を出せないというふうな条項があるのでそこに手間取ったって話をすればですね中国が尖閣をまず占領してその後兵団をですね簡単に言えばロジスティックスの補給をですね、を作るということもそれがあればですねその二つていうか一つを持って実は施政権は中国のものになったということになる施政権下にないのであれば安保条約の適用範囲ではないということになって出軍できない。 ということも含めて、はい、まあそもそも中国がその軍事行動を取るということ自体が想定外だと僕は思いますけれども、ね、これはねでもまあ仮にそうなったとしても、えー、いっぱいここにある疑問があるんだということで,、うんでね、効果に疑問があると抑止効果に非常に疑問があると。憲法を犯してまで 性行政に無限権限を与えるような暴走するリスクを犯してまでやっても実は効果に疑問ということ、うん、抑止効果に疑問があるだけじゃなくててそし四番目 <laughs> です、ね。4番目でここはま,あまさに今、ね、この今回それをやることによって、まあ、そのさっきの赤かりちゃん問題にも入ってくる中かのちゃんみたいの入ってくるんだけど、ね、相手方にどういうふうなその刺激を与えるのかとかですねそれからもっと言えばこの無限権限っていうのを日本は我々はですよの民度で 本当に制御でできるのかっていう問題ですねつまり誰もそんな悪気はないのにどんどん膨張して暴走していくっていうものを今まで、まあ、ダムにしても何にしても国立競技場にしてもこれだけ見てきたじゃないですか止められないんですよ、ねうん、で現に安保法制を推進しようとしているこの与党連合はね国民のコントロール下にもうないわけだよ、うん、でそれこそ選挙に通ったんだから何があっても自由だってことでね。うん えそれこそ憲法つまり選挙の時にだけ国民は参加しているがえ選挙が終わってしまえば国民は奴隷というふうに言われこれをルーソーがロックの思想を批判して言ったことだけどもねイギリスはどうも選挙の時だけ参加するえそれをもって民主主義と呼んでるらしいが選挙が終われば奴隷じゃないかね実際にはそうならないように今アメリカをはじめとしてヨーロッパ各国もね えー、その政策パッケージの中に重要なです、ね、ものが紛れ込んで、えー、実はそれが他のパ,ッ、まあ、パッケージの他の要素に引きずられて、ね、国民の世論に反したまま貫定されることがないようにということで、うん、ファレンダの住民投票国民投票によって、ね、個別の意思に関する国民の意思表明ができて表明できるだけではなくて多くの場合には議会がそれに服さなければいけないということになっているんですよね。うんまあ すごく短く言えば選挙を除いた国民が奴隷という状態を解除するための方法としての、ね、エファレンデモもあればあるいはその背後にあるデモあるいはマスコミの活動のようなものも全部あるんですがそうしたものが日本ではまだ十分に働いていない状態でしたがって選挙が通れば何でもあり選挙が終わったら国民は奴隷というふうな状態が、ね、現在存在するということそれを前提にしているのがこれから言う「丸4のことですね。 一体だからこの法案が通ってしまったあ、うんえー、そに政権が本当にね、うん、きちんとコントロールした中でこ,のこ,ういこうした政策を施行できるんであればね、うん、まだいいんだけれどもこれまでの例を見る限りはその。 自分たちの意思で暴走するんじゃなくて意思と離れた形で暴走していくところが多分にあるというのをこれまで見せられてきているわけですよね。でじゃあその抑止,その抑止あるいはそのブレーキの機能というものがどれくらい今回の法案の中にビルトインされているかというとやはり、まあ、さっきここで見たように政府の総合的な判断みたいなのがありになっている以上ですね。 えー、そこが全くそのビルトインされていないとだからやっぱり最終的に一番怖いのはここなんだけどこうして見てきく皆さんね、まあ、これはもう。 と言っても致命的なわけですよね致命的だしね参考人として言われた憲法学者が自民党が呼んだ人を含めた3人がね違憲であるって言ったことで実はここまで運動が盛り上がる非常に大きな引き金が引かれたんですね。でただ仮にねじゃあ今回と違う例で憲法上の疑義はないものであったとしてもこの下の3点だけでも十分に問題じゃないですかこれ。問題ですね。 もうどこまでも政府の権限がその拡大してしまう可能性があって、コントロールアウトプッコントロールになる可能性が高くて。しかもその効果が、まあ疑問視なのか、多分ないよっていう話なのか、ちょっと疑問視っていうのはかなり好意的な見方。まあ、ただ、ね、安倍などがね、うん、言っているのは、まあ菅とかもそうだけれどもね。あの、もっと国民に丁寧に説明をすると。うん、国民に理解がまだいわゆる理解が広いていないと。しかしこれは馬鹿げた言い草でしょう。うん、伊藤誠先生がね、おっしゃっているように、うん、あの、全く逆で。うん 人間は間違えうるんですね当然なことながら統治権力を間違えうるわけです、うん、でそれをコントロールするために立憲主義がしつれられているわけですよね前提なわけですよね<で>、うん、国民は何も考えていないと、うん、俺たち統治権力の側がよく考えていると、うんえー、俺たちがよく考えていることを国民に分かってもらうと、うん、分かってもらえば OK と言ってもらえるはずだこれは立憲主義の精神を全く分かっていない、うん さすがに無給養な安倍首相だけのことはありますよね。だから、うん、まあ、あれは、実は伊藤さんは国会議員や政府に対して。諭している発言なわけですよね。うん、そねあそこはね、誰にも向いて喋ってるかといえば、うん、あれは国民というよりも。国会議員に、うん、私の立場分かってますかっていう。あの、憲法、の入門のクラスの、その一の一くらいを。ねうん、全くね、逆なんですよ。うん、国民よく分かっているから、説明してあげようじゃなくてね。うん そ,のそう言ったらあんたらが何も分かっていないから説明してあげようというふうに行動しておられるのが伊藤誠先生でまあ、えー、そういうことなんで、うん、一応あのこのよ4つの問題があって、えー、4つはせ、まあ、性格はちょっとあの若干1番目と、うん、それから 2, 2番から4番目は性格はちょっとあの違いますけれども、うん、やはりこのままこれを通すっていうことはじゃ最後に三宅さん、うん、そこ聞きますよ。うん まあ石川さんともねこれがクーターじゃないかって話しましたよねこれが結果的にまあ閣議決定でそれで結局法案が衆議院通り今回62条ルールになるかどうか考通すわけですよねこのまままどうもまあ傍若無人ぶりって言ったらあれですけどどこ吹く風っていう感じでよ政権は。自民党のの総裁選のあの無投票も まあ普通ちょっとなんか常識じゃありえないようなことが起きてると僕は思ったけどでもなんかどこ吹くかどこ吹く風って感じで全然まあ甲眼打ちっていう言い方の方がいいですか僕はむしろ肝っ玉が小さいなとうん、うん、何をビキビキしているんだと思いませんかああそうね出張官邸側もそうだし、ね、野田さんが出たらなんか大変なことになるような感じ、うん、だって絶対勝てるでしょそうですね、うん、で構わないじゃないですかまあ言い,方言い分としてはね、うん、そういうことで選挙になると 野党はまだ安倍さんが総理になると決まったわけじゃないのでそれが決まるまでは審議に応じられない伸ばされるのが嫌だっていうね、うんうん、ただ伸ばされようが何だろうが62条ルールなわけですよ、うん、元々ねだから、ちょっとそれがまあ何を何を恐れているのかよくわからないんだけどただいずれにしてもそれがじゃあまあ仮に通ったらね、うん、この中で通すっていうことのまあ意味を最後にちょっと改めて、えー、宮根さんのコメント,コメントをいただきます、ね、まあ総裁選で見て分かることはね、うん あの皆が本気でそうさっきジョンブさんがおっしゃった東京裁判問題なんだよね。うん、自分としては内心軸自たるものがあったが、うん、今更やめられないと思った、うんね、空気に抗えなかった、うん、みたいな話ですよね。まあ、しかしそれは横には置きましょうあの要は異論を許さないような空気がね実際政権を支配しているわけです。うんうん、で をを許さなないいような空気が政権を支配しているそのような政権がね実際政権を取る可能性つまり日本に居座る可能性が今まさに示されているわけですよね。そのことの危険はねあの政治的な立場は別にして誰もが客観的に観察できるはずです。異論を許さないようなそういう集団が政権を取るということが現に今あり得ると。それは以前ね 実は共産党が政権を取るとそうなるんだぞっていうふうなことを自民党側はよく言ってたんですよ。ねうん、で共産党のお株を奪いましたね、うん、自民党素晴らしいだからもう一つの全体主義政党それがまさに今回の法案の危険なんですよ、うん、つまりそんなことがない議会制民主主義は健全に機能する、うん、なんていうのは単なるね、まあ、絵に描いた餅で今現に起こっていることは、うん、議会制民主主義がそのように機能しないケースそのもので、うん それを僕たちが目の当たりにしているから例えばさっきレファレンダムの話もしたしデモの話もしましたけれども、うんえー、そういうようないわばポピリズム的なねある種異論を許さない、えー、暴走政治の中枢にいるような人たちを何ともできない議会制民主主義を補完するためのね、えー、別のやり方が諸外国と同じようにやっぱり今求められているということなんですよね。うん、さっっき言ったようにそれは 住民投票であったり国民投票であったりデモンストレーションであったりあるいはマスメディアであったりでお互いにそうした動きを参照し合っていやそんなことを決定してしまったらこれは明らかに国民を裏切ったことになるでしょうというふうに誰もが思わざるを得ないような、ね、そういうような状況を作り出していくということ。 それが必要だとということですねだからこれが通ったからといってこの世の終わりではなくて、うん、むしろここそこからが始まりだということですよねす逆に言うとね。こは以前から申し上げているようにね、うん、2> 第2次安倍政権がなければ。 憲法がね統治権力を制約するものだということがこれほど人口に解謝するということは間違いなくなかったないから、ね、あ,あるいは集団的自衛権という言葉はね、うん、多くの人はまだ,まだ分かっていないかもしれないけど今、多くの人は分かっている集団的自衛権を確保するということは、うん、反永続的な日米同盟つまり日米同盟じゃないでしょう日米同盟軍を結成したかということを意味するんですね。うんうん、だそのことも安倍晋三政権がななければやっっぱりなかったでしょう で実際には安倍政新党政権があろうがなかろうがそういう方向に向かおうとしていたんですね。うん、それこそ麻生さんのおっしゃったように、ね、静かにやればですねそうした状況が来るかもしれない、ね、そうどう,もどうもあんまり静かじゃなかかったよね静かにやろうとしても周りが下ぐるからね。ねってということで、うん、あの国民はやっと、うん、あの安倍政権そのものが戦後レジームのただ中にいて対米決断の路線をねただただ推進し。 日米同盟軍を結成してアメリカの優雅ままに軍を出し日本の従来の平和的民間のですね蓄積を壊すことによって従来の抑止力の,その根源を完全に破壊しえむしろですねえ国民国家国民国家同士の戦争ではないから今後起こり得るのはね当然想定できないはずの抑止力なんてことを言いながら。 実際にはアイスルやアルカイダが日本を攻撃してこなかった理由のその根源をまあ破壊するということですね、うん、そのくせリターンはもしかするとほとんどないかもしれない、うん、ないでしょうね、うん、い,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 いい方のリターンはね、うんうん、マイナスの今のマイナスのリターンを,を指摘されたわけだけど、うん、つまりその抑止効果が本当に上がるかどうかっていう、うん、でアメリカがこれによってすごく日本にそれを感謝してね、うん 口頭では、まあ、あのこれをやることによって日本がいっぱい兵隊をやってくれるということは歓迎すすると思いますよ、うん、おそらくね予算的にね、うん、いろんなことをやってもらえるだけそれはアメリカは負担が減るからねだけどそれによってなんかこう本当に同盟が強化されてうんぬんというのはね、うんまあ、アメリカの軍の中にはそういうふうに思っている人がいてもおかしくはないけど一般のアメリカ国民がそういうふうに思っているかというとそれはない,ないですよね。うん、だから ちょっっととやっぱり効果が非常に疑問であるとただちょっと残念だったのはね残念って言い方していいかどうかわからないけど効果の話とかそのさっき言った2番から4番目の話っていうのをしちゃうとそもそも1番がだめなんでしょうっていうことになってその2から4まで話すとのことが土俵に乗ることになるっていうような感覚が少なからずあったと思うんですよね。でもう1がそもそもだめなんだからもうこれ論外でしょっていうのはその通りなんだけどとはいえ通そうとしてるわけじゃないですか。 そうするとやっぱり土俵に乗らないと二から四の議論はできないとおっしゃる通りだよね。うん、だから憲法を守って国を滅ぶみたいなね、うん、まあデタラメな議論が横行しているので、曲が、うん、り通っちゃうようになっちゃうんですね。あの憲法を破って国を滅びと滅ぶと言ってる人たちがやろうとしていることが現に実現したときに国が滅ぶということですね。うん、はっきりさせた方がいい。なのでちょっとまあ、うん、あえて今日はその。 1>, 1で押し通すんじゃなくて 2, ちょっと2から4までの、ね、時間を割いて議論したのは、ねまあ、とにかく通すわけだからその、うん、通そうとしてるわけだから、うん、何かあってもねっていうことなんでそこはちょっと、えー、見ていきたいと思います、うんはい、あと宮台さんあのコメントだけちょっと最後欲しいんだけどね来週ねちょっと予告的な意味で難民問題やりたい。うん <で>ち,ょちょうど直前のラジオでもやってました,やってきた、えー、ヨーロッパに関してね、あの新しく、まあ、EU の大統領になったそのユンケルさんが、ね、のスピーチっていうのが、これはあの彼の就任演説なんですけど、うん、ステート・オブ・ユニオンっていう形の,、うん、あの演説なんだけど、うん、ちょっとね、非常に興味深いところだったので、それを一つまず考えたいのと、あと、なんといっても日本の日本対岸の火事として考えていいのかっていうところがあるので、ちょっと日本の問題として考えたいんだけどね、ちょっとこちらをご覧ください。 Since the beginning of the year, nearly 500,000 people have made their way to Europe. The vast majority of them are fleeing from Syria, the terror of the Islamic state in Libya or dictatorship in Eritrea. All of us, we should remember well that Europe is a continent where nearly everyone has, at one time been a refugee. Our common history is marked by millions of Europeans fleeing from religious or political persecution, from war, from dictatorship, from oppression. Have we really forgotten that after the, the, the devastation of the Second World War, 60 million people were refugees in Europe? That, as a result of this terrible European experience, a global protection regime. 1951、ジュニーヴァ・コンベンション・オート・ゼ・レフューンー・今のはのユンケルさんの、ねえー、演説のほんの一部だけちょっと見ていただいたんだけれども、あのーまあ、ヨーロッパというのはその大量の難民をこれまでも出してきた歴史なんだと。 そのたんびにそのヨーロッパはそれをお互いに受け入れてきたじゃないかというまあまあ言い方なんですよね。でだから今回も、えーまあそ,のえー、そうした歴史を振り返った上で、えー、今回それを積極的に受け,入れ受け入れようじゃないかというまあ呼びかけのようなんですなんだけどもあのちょっと日本の報道が僕は気になっていてみられたんで、ね、あの日本は これ今回シリアの難民が圧倒的に多いわけですよね。でまあそれアイセルによる迫害っていうことになって逃げてきたわけだけども、ただまあ、アイセルそのものの誕生に日本がどれだけ責任を負うかっていうのは議論があるところだと思いますけれど、あのいわゆるあのコーリション・ウィリングっていうふうに日本はしっかり名前が入ってるわけですよね。今回ね、つまりそのシリアの空爆をするその、えー、アメリカを中心とした連合に。 日本も名前を連ねていいたじゃないですかまあそれ以前にね、うん、あのエジプトでの安倍晋三氏のスピーチがね、うん、要はこういうことを言いましたよね「イスラム国と戦っている国周辺国を支援すると周辺、うん国,ね、国を支援する」っていうふうに言っときゃよかったのに、うん、なぜか「イスラム国と戦っている周辺国を支援する」っていうふうに言ったんですね。その結果直ちに、えー、その愛するイスラム国は えー、日本は十字軍側だと認定したんですね。ししねでそれでまあ二人の方が、えー、命を失うということになったんですね。いいだから、うん、まあ明らかにその今回の問題っていうのはその、まあ、対岸の火事ではないんですけれども、うんうん、ただまあ日本はね、えー、去年一年間の難民認定数もまあ、うん、11人というね、うん、なんとね申請は5000人なんですね。だから。 ちょっととそこのこのも含めて日本がこれからまあ今回安保法制とか通してですねアメリカと一緒にその世界中いろんなところにあの行ってえ武力行使までしようっていうんであれば当然こうしたことも付随する責任として生じてくる可能性があるそれによってまあ例えばまあそ,れそれによって直接難民が出るかどうかは別にそれによってまあ形成された空白部分に 変なな勢力が入ってきててききそれで逃げてきたっていうようよケースも当然実際今日も、ねうん、報道されてるように、うん、オバマ大統領が従来今まで23,000人しか受け入れてこなかった難民をね1万人あるいはそれ以上受け入れるというふうにアナウンスしましたけれどその背後にあったのはねその中東の混乱を引き起こしたのはまさにアメリカそのものであるとでアメリカが難民を出したとだったらアメリカを受け入れないのもおかしいじゃないかっていうヨーロッパあるいは国際的な世論に押されて。 公式入れないでたくさん受け入れるよっていうふうにオバマ大統領は言ったんですね。うん、でオーストラリアも実はまあ、うん、今回日本と似てようなスタンスを取っていたアメリカをね、うん、まあバックアップしているのでオーストラリアも今回受け入れを表明しているとだから。 まあこのままだと、まあ、向こうが来たい日本に来たいかどうかはちょっとまた別問題ですけれどもでも実際にまあその申請している人がい,いるわけですよね結局、うん、でシリアの難民申請は1人も認定されていないわけでしょとりあえずいていいという在留許可は出したというふうに政府は説明していますけれども非常に不安定な身分なわけですよね、それではねだからちょっとそれも含めて、えー、日本はこれでいいのかもかなりちょっと議論しないと。 ただどの道国際ヨーロがそれを許さなくなくる、うん、アメリカもましてヨーロッパはね簡単に言うと非常に重い荷物を背負いながらね、うん、活動しているのに日本はむしろ荷物をどんどん捨ててるじゃないかと、うん、アンフェアであると、うん、そのこんな国々はつまり経済的な意味で限ったとしてもね、うん、フェアな経済的な競争をしているとは言えないというふうに認定される時が まあほどなく来るでしそうしたらものすごい外圧が来る外圧が来れば外務省はこうしきれませんだからこうした法案を通すことに付随してね、うん、どういう責任が生じるかもしれないっていう議論もやっぱなされてないんですよね難民受け入れもそうだしそれからまあね安保安保日米安保の偏の無性の話がずっと出てきて、うん、少しでもそれを総務的にするために今回の。 まあ武力行使も可能にするっていうんであればね、うん、早く日米地位協定も見直さないとダメだね。もう全面的にお世話になってるからもう彼らに外交特権に勝ると思うたらの特権を与えてるっていう説明だったわけですよねうです。じゃあまあじゃあ総務的にするんだったらね、うん、沖縄の,あの負担軽減っていうけども,もちろん基地の面積の軽減とかね大事だけども。 なんだって地位協定で交通事故一つ一つあってももう大変な目に遭うわけですよねあの米軍の人たちがね。だからそれはね、うん、やっぱり日本国民にも大きな責任があってね、うん、やっぱり安保条約第5条第6条がねちょうど補完的なんですよ、うんね、そう第5条だけ見るとさアメリカがね日本を守る義務を負っているという偏無性があるように見えるけど第6条でその代わり日本はアメリカに基地を貸与するっていうふうに明示されていてしかも思いやり予算を持つそのあとね。うんうんうん つけるようになりそもそもこのまさに第6条に関するです、ね、運用、えー、つまり地位協定ですよ地位協定の運用に関わる、ね、まさに日米合同委員会っていうのを作ってそのいろんな一切を決めてきているという経緯もあるわけですよね。ということはそこつまり5条と6条が完全に、えー、非対称に見えるけれども実際にはバランスしているよって話だったのでそれはやっぱりアメリカに対しても国際的にも、ね、やっぱりずっと日本国民がやっぱ言うべきだったんですよね。 ところがやっぱり偏無的だというふうにあの日本の一部が言いだしアメリカの,その大統領候補のトランプ氏がですねえそれをねまさにそのポピュリスティックな煽りとして言い出すみたいなことを許しちゃってますよね。日本はそもそもまあこう優勢力は優勢力がいるので第5条第6条でねえある種非対照的な釣り合いを取る。 つまりイコールのものではないもので、その釣り合いを取るということがちょうどいいのだっていうふうにね。やっぱ日本も発信するべきです。ずっと。うん、まあ、それが理解されてないということもね。はい、含めてね。だから、まあ、あの、その。武力行使で総務的にするんだったらば、六条を少し見直してもいいかもしれないね。そ,ねうん、それが地域協定も日米合同委員会って言うのをね。ねうん、あそこの天元寺の、うん、あの、乳酸のホテルでね。うんうん 日米間で開いていて誰が出てるかってことまでわかってるんだけど中のそのどういう話をしてるのか全く情報公開されてないっていうねあれがどうもまあなんて言うんですか日本のあのえ一番こう国体の一番奥座敷っていう感じになっちゃってるでしょまあ,ありえないですよねあんなところに事実上治安治外法権の場所があんな 天元寺の交差点のすぐそばにあったりとか、うんまあ、六本木の真ん中に、ねうん、も一箇所ありますけどね、うん、そういうところがね、うん、そういうことも含めて、うんえー、ちょっとこれから言うロールと、うん、まあこの法案を通すのであればじゃあそこはそこをちゃんと見直すっていう話にもなってこないとおかしいということで、ね、それを見ていきましょうただちょっとあの難民問題をね、えーうん、一回しっかりやりたいなとそれからトランプ一回やりたいでしょうん。んまあ いや、トランプ現象とは何なのかっていうの、トランプは何者なのかっていうのもね、あれだけど、トランプ現象とは何なのかっていうのは。うん、ちょっと見てみる価値がある。ね、しかし、まあ、深みはないけどね。うん、ない、で,うん、で、で、その時に一緒にサンダース現象とは何,、まあ、何なのかとそ、ねその。そこは深みがありそうですね。でレッシングさんの話もすれば、うんねまあ、なかなか面白い話が聞け、うん、それちょっと考えていきたいと思います。はい、はい、それでは、今日のおで。